ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビッター始めていきましょう。一周休んでいよいよ出ますよ。大阪ですね。ここはもう絶対勝つこと、引き分けも許されません。首位にいますよ、大阪戦。大阪城スタジやってしまった。しかもイエローカード、これは大ピンチ。足の踏んだんだがボールが速かった。痛恨のペナルティーキックを与えてしまった。そして入れられてしまった。重い。2点返さないといけないですからね。さあ緑、この場に防がれる。厳しいな。まただ、またやらかしてしまった。クルミにもイエローカード、反則にやられる。2点目取られてしまった。5点差、勝つことが必須だったんですが、2点リードを奪われてしまいました。これがダメならもう決まりじゃないの。ダメ、届かない。まさかなんかキープが山かやったかな。攻撃を突破口を作れない。前半アディショナルタイム3分、見つけキャッチしに行きました。これで終わりかな。前半終了です。変えていくしかないですね。趣味が欲しい。意味がない。あ、やばい。次はでも前進になりますからね、優勝に向けて。それが逆に2点差つけられている状態だと勝ち点は8差ですから、ね、厳しい。絶望の時間が過ぎていく。相手ボールですね、すごい今。いいですよ、そっちこうだが、これは遠い。1点差にはできない。それどころか。チームが残ってる。あっと、ここでコーナーキックを奪われてしまいます。ショートコーナー。松木がキャッチ。このゲームショートコーナー有効じゃないですね。サイドからセンタリングをうまい選手やないと厳しい。つくことが絶対条件なわけですが、こちらボールをスローインです。どんどん守りに入ってますね。おっとまたファウル。これ入っています。はい、終了。残念。来年の向けてまた頑張っていかなきゃいけないですね。これで痛恨のペナルティキックを与えてしまいます。さらに前半22分、センタリング早く返しておきたかったところなんですが、北原高い近すぎる。8点差。次は JPC も始まりますからね。それに向けてちょっと行くしかないです。連続優勝だったんですけどね、12ゲーム目が惜しかった。ということで負けてしまいましたが、次浅草サンダーボルト戦頑張りたいと思います。本当悔しい。ご視聴いただきありがとうございました。ウェブ動画でいこうでした。